こんにちは。OHKアナウンサーの今川奈緒です。ここからは OHKアナのクスクスのコーナーをお楽しみください。さて、今回のテーマはこちらです。9月23日は手話言語の国際デーということで、明日9月23日は国連が定める手話言語の国際デーです。OHK ではおよそ30年にわたってニュースで手話付きの特集をお送りしたり、最近ではナンションの方でも手話ワワーのコーナーだったり、漫才に手話をつけてみたりと様々な取り組みを実施しています。なので我々にとっても明日はすごく特別な日になっています。さて皆さん、まずはこちらのチラシをご覧ください。手話言語の国際デーは2017年に国連総会で可決されました。 OHK では情報から誰一人取り残されない情報のバリアフリーな社会の実現へ向けたメッセージとして、明日9月23日にさまざまな取り組みを実施します。それでは初めに皆さんにキャンペーン CM をご覧いただきましょう。9月23日は手話言語の国際デー。みんなで広げよう手話の輪。ニュースやナンションに手話をつけてお伝えします。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉は嬉しいです。表情も大切にしてください。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉は頑張るです。2回拳を動かします。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉はお疲れ様です。働く手をねぎらいます。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉は岡山です。意味はうぐさです。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉は香川です。漢字で香る川と書きます。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉はありがとうです。気持ちを込めて伝えます。今日は手話言語の国際デーです。私が届けたい言葉は寄り添うです。私はろう者と一緒に歩きます。さあ、キャンペーン CM をご覧いただきましたが、それぞれのアナウンサーが届けたい言葉をご紹介していきました。今日は改めまして私が届けたい言葉をおさらいします。私が届けたい言葉は頑張るです。2回拳を上下に動かしてみてください。頑張る、さまざまな場面で使うところがあると思いますので、ぜひ手話で表現してみてください。さて、明日9月23日は番組の放送以外でもライトアップやアートイベント、新しい手話を使ったイベント案内など様々な取り組みを実施します。今日はですね、その中からアートミュージアムをご紹介します。こちらなんと触って体感できるアートイベントになっているんです。来年の春に岡山での開催が予定されているユニバーサルミュージアム触る食の大博覧会に先立ち、一部の作品が期間限定で展示されるんです。こちらはですね、触るとわかる、わかると変わるというテーマのもと、ユニバーサルミュージアムは単なる障害者対応ではなく、コロナ禍で非接触社会になってしまった今だからこそ、手などの触覚を使って豊かな触感を持つ文化を再構築しましょう、そういった展示になっています。今回はですね、その展示される作品を一気にご紹介していきます。まずは三木製作所から立体世界地図。こちらは NASA の衛星画像をもとに高さを8倍に引き上げ、240時間かけて加工した国境のない世界地図です。手で触れると
世界はつながっていると実感できる、そんな作品です。そして富士山立体地図、先ほど富士山立体地図出ていましたが、国土地理院の50メートルメッシュデータをもとにアルミの報い板から削り出した富士山の立体地図になっています。指先で山裾から山頂を探り、登山気分を味わってみようという作品です。さあ続いて片山博史さんです。人の形、レクイエム、消化される記憶。両手のひらで優しく彫刻を包み込むように大きく触り、指先で丁寧に小さく触って細部を確かめる、彫刻と対話してみよう、そんな作品です。女性の頭の像になっています。もう一つ、人の形、形状夏、こちらはブロンズ製の女性の胸の像です。じっくり触って女性の年齢、性格などを想像してみようという作品です。さまざまな角度、方向から触ると作品の魅力をより深く感じることができるそうですよ。続いて北川太郎さんです。時空ピラミッド、時間の可視化を試みた作品です。3ミリにスライスした石材をひたすら積み重ねて制作されたもので、そっと触れるとかすかな痛みとともに石の強さ、ぬくもりが伝わってくるそうです。もう一つ、時空の種子、こちらは人と自然が作り出した造形作品です。大地からの贈り物である石を積み重ねて磨いたものです。冷たい石もじっと触っていると暖かくなる、そういった手触りの変化を楽しむ作品です。続いて富永敦也さんのラブストーンプロジェクトです。国の内外150カ所でハート型の石を磨いてきたプロジェクトの成果作品です。なんと参加協力した人の人数は延べ2万人だそうです。それぞれの石の形、質感の違いから磨いた人々の個性が感じられる、そんな作品になっています。続いて大塚近江陶業株式会社、陶板名画です。視覚芸術の再解釈を促す作品です。焼き物による名画、古墳壁画の複製は破損や劣化の恐れが少なく、美術作品の新たな魅力を引き出す触察鑑賞に適しているということですよ。作品はゴッホのひまわり、そして加山又蔵の風、そして高松塚古墳壁画、聖壁女子群像があります。続いて渡辺康幸さんの土の音です。こちらユニークな形のオングを鳴らしてみる、そんな作品になっています。オングから生まれる土の音を介して他者、自己との対話を楽しもう。人や空間、時間によって土の音は自由自在に展開する、そういった作品です。最後ご紹介しましょう。岡本隆行さんのとろける身体、古墳をひっくり返すです。こちら湯船に浸かるように体を委ねる彫刻になります。写真のように寝っ転がるんですね。巨大な古墳は目の前にあっても全体を把握することができないということから、この作品ではぜひ全身を使って古墳の全体像を触覚で確かめることができる、そういった作品になっています。さあユニバーサルミュージアムで展示される作品をそれぞれご紹介しましたが、明日の番組では私も中継先から実際に体験してその感想などお伝えしようと思っていますので、ぜひお楽しみください。こちらの展示は来月23日までになっています。皆さんぜひ足を運んで実際に体感してみてください。それではその他の取り組みもご紹介します。国連や世界労連盟のシンボルカラーである青で街を染めるコネクトブルーキャンペーンとして、明日9月23日の夕方5時30分頃から OHK 本社の近くでブルーマスクと光るブルーブレスレットを皆さんへ配布します。実際に私もブルーマスクを手にしまして今つけてみましたが、このようにしっかりとした質感にもなっていますし、肌触りもいいのでとてもつきやすいです。やっぱりブルーって素敵なインパクトがありますよね。はい、皆さんぜひゲットしたらハッシュタグコネクトブルーで SNS に発信してみてください。またこちらはなくなり次第終了ということですのでお気をつけください。
ぜひ一緒にブルーを身につけて岡山の街をライトアップしましょう。さあ、いろいろご紹介してきましたが、ナンション OHK ライブニュースでは全編手話放送を行います。ナンションはいつもより時間の早い午後3時45分からの放送となっているのでお気をつけください。明日のナンションの放送では、今週のクスクスでも萩原アナウンサー、そして篠田アナウンサー、そして今日私がご紹介したさまざまな取り組みをご紹介する以外にも、漫才に手話通訳をつけてみたりとさまざまな挑戦をしますので、そちらもぜひお楽しみいただけたらと思います。また今画面に表示されている QR コードを読み取っていただくと、 YouTube でもナンションがご覧いただけますので、いろいろな場所からご覧いただけたら嬉しいです。さて、その他の取り組みに関しては OHK ホームページの特設サイトのこちらチラシをご確認ください。 OHK では情報から誰一人取り残されない、情報のバリアフリーな社会の実現へ向けて、さまざまなメッセージをこれからも発信していきます。まあ、その一つとして、明日記念すべき手話言語の国際デーで、より皆さんに正確にいろんな情報をお伝えしていけたらと思います。ぜひ番組 YouTube の方からでも見られますので、お楽しみいただけたらと思います。今日はこのあたりで失礼します。これからもよろしくお願いします。さようなら。